どうも、マセキの浅草キッド、エルカブキのエルウダです。どうも、デロリアン林です。ということでね、はい、あの吉田沙保里さんが引退ということで、お引退表明で、10日に会見ですか。さっきなんかね、速報で出てました、速報で出てましたけど、はい、これ完全にあの元日本代表中澤引退がもう霞んだ形になってしまいますね。これ東スポーツさんが取り上げるんですけど、ね、知ってますか、ボンボが中澤さん。知ってるよな。でも日本代表でずっといたでしょ。あ、そう、はい、でもね、ボンボっていうのはやっぱ MCAT のね、先ですから、ちょっとパクリなのかなっていうね。だからちょっと記事も小さくされてます。いや、そんなことないだろ。 MCAT さんからのクレームが。ただ東スポのちゃんと2面で出てますから。あの、ね、一面はね、あの、あ、野球ですね、今日は一面は野球で。だから長野でしょ。長野、うん、ああ、そうですか。長野がなんか人的補填みたいので行ったっつって。長野で長野って言うんだ、これ。長野、長野、多分そうでしょ、長野でしょ。あれ知ってる、長野正弘がさ、月手法政さんとビンタするじゃん、いつもね。ああ、はいはい、はい、という時に、ガキ使のスタッフかなんかが気使って二人を、うん、極力合わせないようにするんだって。で、長野とがそれを言ったトークショーにいた武藤が言ったのが、うん、昔のプロレスみたいだなって言ったのよ。いやいや、武藤が言うんだみたいな。ちょっとショックだった。アメリカンプロレスですか。アメリカンプロレス。なんでいいんじゃないですか。いいですかね。そこはもうギリセーフで。でね、飯塚隆さんが引退、新日本プロレスの。ね、我々もね、アイアンフィンガーフロムヘルってあの手に装着する武器を私制作しますからね。デロリアン橋が作って、はい、昔我々単独ライブでコントでやりましたけども、使いましたね、全然ね、キングオブコントでやってもいいぐらいのクオリティのコントですけど、ねえ。いや、俺はいいと思うけどね。見ないけど、みんなないことは確かだって。1回ぐらいああいうのやってみてえけどな、キングオブコントで1回戦で別に、ね、受かるかどうか知らないけども、ね、え、うん、飯塚隆さんってプロレスラーがいてね、52歳で、でヒゲは生やし、50超えてるんだ。そうですね、ヒゲ生やしてスキンヘッドで、まあでもいい体してるんだけど、うん、で引退ってなったら、なんか今元新日のレスラーがどういう理由があったか分かんないけど、本人が決断したことは間違いないみたいな、もう案にちょっとこう引退させられるんじゃないかみたいな雰囲気のツイートが、自分の意思ですよってわざわざ言う必要ないもんね。そう、それを辛辣に書いてたのが金本浩二ってレスラーでしたけどね。なんであの人はそんなに過激派なんだというね。で、櫛田っていう新日本の選手が、もう退団っていうか、やめ、 WWE ってアメリカのメジャーリーグに行くんだけど、あ、もうそれはもう移籍決まってんだ。まあ一応海を渡る決意をしましたっていうところで止めてはいるけども、まあチャレンジしに行くということ、うん、ってなんだけど、これなんか元高田道場の選手なんですよ。あ、そうなんだ、櫛田って。高田信彦のところで総合やってた選手がアメリカンプロレスメジャーリーグに行くという、なかなかこう感慨深いというか、あ、とこなんですけども、まあ、記事の扱いはね、うん、ちょっと小さめですけども、まあまあまあね、でも2面にプロレスが載るっていうのは結構大きいんですよ、トースポで。プロレス専門のページがありますから、別で。ああ、なるほど。あ、これ別ページなんで、別ページなんで、うん、そしてね、その記事の下にはですね、トースポさんでは、うん、やれる女子大学生ランキング、ふざけんじゃないぞお前、それを掲載した大炎上のスパが謝罪ということで。おお、そうなんだ。そうなんですよ、やれるギャラ飲み実況中継の特集内で、やれる女子大学生のランキングを掲載したことに、戦場的になってしまった、読者の気分を害する可能性のある特集になったと謝罪するコメントを発表した。あ、学校名出したのかね。学校名出したんですよ。で、へ、キャンパスが渋谷にあって遊んでいる子が多い実践女子大学、うん、男受けの良さを磨いている大妻女子大学、横浜方面に住んでいて終電が早いフェリス女学院大学あたりはやれる率が高いと解説し、1位実践女子、2位大妻女子、3位フェリス女学院、4位法政、5位中央とランキングを表にしていたと。下世話ですね。下世話ですよね。いや下世話だし、ね、本当に許せませんね。これを面白いと思ってるやつは許さんっていうね。これに女性差別だと反発の声が上がった。うん、ネット上には女子大側も連名で抗議されてはといったツイートが寄せられ、でも確かにこれ女性差別なんの、これって。女性差別がね、これ俺、まあ、それは一旦置いといて、うん、俺記事でねちょっと思ったのは、うん、確かにこれを黙認する大学に親は安心して娘を預けられないだろうとの意見が見られたと、うん、これはちょっとそうかなと。ね、うん、これ何が悲しいかね、うん、私男子校でしたからね、はい、やっぱね女子校のね、うん、どこと付き合えますかみたいな、どこの女は付き合いやすいぞと、学校でそういう会話がルートがあるわけですよ、とかね、で、うん、逆にその後にね、女子校だったやつに聞いたんですよ、はいはい、お前らもあったのが男子校で、うん、対してそういうのはって言ったら、うん、やっぱあると、あ、そういう会話をしてると、そういう会話をしてると、はいはいはい、あそこのなんだろう、俺の言ってた高校の何々部は、うん、すげえやりちんが大きいな、はい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 、もうこれもどっちもどっちですよ。俺がいた
高校、百合ヶ丘高校ってとこあるんだけど、神奈川県立、うん、でここは男女共学 で結構自由な校風なの。もうジャージで授業受けてもいい、で部活もまあ結構盛んだし、私服はダメ、うん、まあでも、うん、もうパーカーとかも着てたけどね、あのジャージに紛れて、まあ公立だけど、これ言ったよね、うん、まあでも近くにある公立とかもっと厳しいのよ。ああダメなんだそういうの。そこでその高校3年の間に彼氏彼女ができないやつはユリブスって呼ばれるという。うわ恐ろしい。怖いでしょ。何怖っ。だから怖っ。怖いのよ。いや完全にできちゃいますね、カースト戦は。でだからこれをもしスパさんが乗せたら、時にはこれもう私が率先して卒業生として、狙い撃ちで。そうですよ。ちなみにユリガオカのね、あのとあるホールで一回営業でライブやったんですけど、なぜかというとユリガオカにあの映画学校って、日本映画学校というマセキさんに結構芸人さんが来てる学校があったという、もう今は違うと思う、まあ、うっちゃんなんちゃんさんとかね、その縁でユリガオカでホールで我々ライブやったんですけど一度。ああそうなんだ。そう、あ、そういう流れなんだ。そこでつかみでね、私2001年度の、ユリガオカ高校卒業生ですと言って、なんと帰りにその女子高生の子とお母さんが、うんうん、私もユリガオカなんですと出待ちが。いいよ、なんだその田舎の。お前バカ野郎、私もみたいな。仮面ライダーの主役以来ですよ、親子で出待ちされたのは。あ、そうなんだ。そうでしょ、親子で出待ちってね、そういう。他ないか。他あるでしょ、クレヨンしんちゃんのね、映画声優とかね、あるかもしれないけど。わかんないよ多分。ええー、そういうことです。そしてね、治療中に猥褻行為。うん。容疑で歯科医師逮捕、神奈川県警ということで。最低ですね。それは、うん、それは内容を聞かせても多分最低だと思う。これ29歳の容疑者なんですけども、男性、はい、容疑を認め、他の女性にもやったという趣旨の供述をしているという。おお、歯医者でしょ。歯医者、目隠しあるっけ。目隠しはありますよ。あれなんで、はい、あれ麻酔注射か。え、違うか。麻酔注射はあるけど、局部麻酔でしょ、歯の。あ、それで、ね、眠らんでしょ。あれ目隠しなんですんだっけ。痛え、怖いから。いや多分飛ぶからでしょ。あの血とか飛ぶじゃん。あ、そういうことか。それを見えないように、はいはい、見えない、痛くはないけど、ないようにってことでしょ、うんうん。昨年12月12日治療中の20代の会社員女性にタオルで目隠しをし、診療用の椅子の上でわいせつな行為をした疑いということなんですけども、これでも例えば逆パターンあるんですかね。例えば、よく、うん、ね、我々じゃないですよ、バカな男の子は、あの歯医者さんもおっぱい大きいみたいな会話してる人もいるんじゃないですか、中には。いや歯医者じゃなくておっぱいじゃなくて、よくそこは美人だと。美人と、いや俺はマスクをかぶってれば美人。俺の周りの歯医者のイメージはおっぱいだけどね、あのおっぱいイメージっていうか、歯医者のに対して喋るとき。なるほどね。だ、例えばそれでなんか胸が当たっててとか言ってるやつもいるじゃん、たまに、うん、でこれはさ、こっち側が不快じゃないから訴えないからいいわけで、うん、もしそう感じたときにはこれは逆もあるってことですか。スパが、じゃあ俺することあるよ、歯医者行った時に、うん、歯科衛生士の女の子たちが、うん、卵の子たちが、ね、4、5人研修で来てる時にたまたま俺だったのよ、その、はい、ね、患者として来たわけですよ、はい、だから俺の歯がね、特殊なね、溶け方してたらしい。外はパリパリ、中ぐちゃぐちゃみたいな。それで、あれか研修の、その、うん、多分俺より年下だと思うけども、はい、もう20歳ぐらいの女の子、うん、4、5人にツンツンされると、うん、はいはい、おでんツンツンの方で歯ツンツンされまくって、手で、じゃああのカフあるじゃん、うん、あの鍵爪みたいなやつで器具でね、はい、ツンツンされて、それどうだったんですか。いやもうマジで恥ずかしい。ああなるほどね。普通に恥ずかしい。それ何歳ぐらいですか。23か23。思春期ですか。思春期。いや違う、遅いな。すごい思春期だよ。思春期遅いな。ほっとしてる頃で顔真っ赤にしてで、まあ、確かに恥ずかしいかもな、20過ぎぐらいで。20過ぎぐらいでさ、歯をちゃんと綺麗にしてませんでしたっていう理由でさ、かかってること自体がまず嫌じゃない、はいはい、歯医者っていうのはね、はい、そこで、おなごにを、いろいろね、そう、2つあるのか、女性っていうのと、いろいろと、はいはいはい、そうそうそう、で、被験者になるぐらいの俺、歯なんだと、いろいろあるんだよ、そこ、なんか、他にも患者いいんだぞ、ものすごいプライベートを見られてるみたいな感じなんだ。例えばね、じゃあ俺それ今考えたけど、スパで逆あったらどうなんだろうね、やれる男子校ランキングとか。いや多分絶対女行く。あ、行くっていうか、これも怒る案件なのかね。いやいやいや、親とか。そのどうしろん。デロリアンの母校とか乗ったらやっぱムカつく、うちの学校汚すなみたいな。いやなんないな。あ、そうですか。いいんじゃない、ケーキそこねえの。あ、なるほどね。いいんじゃないのって。ねえ、そっか、ここら辺はね、その男性女性で、うんうん、そうどうなんだだからね、男子校とかで分かりやすかったよね、うん、はい、男子校のやつが女子校行く、女子校のやつが男子校に来ると分かりやすかった、はいはい、俺のね、先輩で警察
警察官かな、なんかなろうとしたかなんかで、でも男子寮みたいな入ってて、でもうその先輩がいたとこよ、もう普通にエロ本とか落ちてるんだって、でその先輩結構すげえ真面目だから、もうきつくてやめたって言ってた。あ、寮は？うん、もうそんな、でも会話もそんな会話が多くて、まあそのね、まあ嫌な人は嫌だろうね、うん、だから男、男女関係ないんじゃないの？なるほどね、うん、だからなんか、あ、これはちょっと、はいはい、話題になるぞと思ったら、男でもね、田島陽子さんみたいな人もいると、いるということです。いや、田島陽子だな、みたいな、いいのか悪いのか分かんないな。でちょっとね、田島つながりなんですけど、うん、アイデンティティ田島さんが結婚発表ということで、ほら、これからは父、かっこ嫁を支えるということで、一生もドラゴンボールやっていくという決意が、まあどうまあ、ただ漫才がもともとできますから、うん、まあね、最悪戻れるっていう強みがあるっていうね。ああそうだね、漫才の下地がね、うん、あるわ、ね、ただ漫才を急にやりだした時に誰だってなる可能性もね、うんうんうん、でも俺さ、俺さっきさドン・キホーテ行ってさ、ああで今日あの R1 用のネタも食べさせてもらうからちょっとこうパーティーグッズのとこ行ったんだけど、ああもう鼻眼鏡とか買ってないだろうな。いやいや別に向かってたっていいだろ仮に。ああ、それは本日の主役とかっていうタスキ買ってたら、鼻眼鏡はお前が昔コントで自分で使ってたらそんで言ったらそれさいいじゃねえか。あの田島くんのやつあったよ、うん、田島くんってもちろん書かない、なんていうの、うん、有名ナレーターっていうパーティーグッズ。え、で何、あので赤い面に黄色の服とか、マジで、で一番下に見え、みんなの見えないとこに、うん、あの森誠樹ってやつに似てる黄色い帽子青い服で割り箸の袋みたいのを足元にお手元ってネタでブレイクしたんだけど、うん、みたいなやつをやった森誠樹のやつがもう一番下のもう完全なる在庫だったね。そこの工場に行きたいね。確かに、ね、会議でね、会議ね、はいはいはい、会議に出たいですね、まず、はいはいはい、どんな気持ちだと詰めてるのかね、袋。確かにね、行きたいですね。誰だっけな、なんかね、いや それこそだから厚切りジェイソンっぽいやつも昔あったでしょ、うん、あ、その時はあったかもね。あったよ、なんか、まあただ厚切りジェイソンに関しては鼻眼鏡でいいんじゃないかっていうそれがそうだろうっていうね。怒られる、そうかね、それで CM 怒られたんだろうね、え、というね、ことでございます。まあでもね、非常に、で、田島くんがツイッターで言ったのは、既婚者コンビになったアイデンティティを絶対応援してくれよな、と、ドラゴンボールの予告風に呼びかけたと。あ、三浦さん結婚してたか。三浦は結婚してて、そうだそうだ、してた、してた、してたわ。今年の、去年か、去年の M1 の準々決勝のギャオの配信されたネタがあるんだけど、アイデンティティの。めちゃくちゃいいのよ。その、相方が既婚者で、うん、俺は、一生野沢雅子をやっていく決意を固めたんだっていうのを言ってくネタなの、うん、あ、っていうネタなんだ。でそれが昔のアイデンティティの漫才のスキルもふんだんに入ってたりとか、うん、ああ、おととしのやつか、去年、去年のギャオのやつ、去年か、そう、そうなんだ、すごいね。でなんかそういうなんか実話みたいのがすげえ漫才に入ってるんだけどちゃんと笑いにしてるという、うん、ああいいじゃないですか。なんか俺三浦根君に言ったんだよね、思わず、うん、めちゃくちゃ感動したと、めっちゃ面白かったんですって、うんうんうん、だから多分初めて年賀メールが来たのと思う。多分そうだね俺もついでにもらいましたもん、ね、年賀メールね、いただきました、ね、おめでたかったね、今年の干支シェンロンかなと思いました一瞬ね、いいね、というところで ね、だから本当のアイデンティティを、うん、が垣間見える漫才だったといったところじゃないでしょうか。いや別に言わなくていいよ、いいですか、うん、一応いいです。最悪これ将来浅草で食っていこうと思ってる浅草舐めてるんで浅草舐めてますということでね、はい、また明日お聞きなさってください。お願いします。